たまやバハロー、皆さんこんにちは。どうも、世界の組のひよこんです。幸先悪いな。早くない東道、東道じゃねえや、東京が。なんかもう毎回毎回飛行機に突っ込んでさ、ほんとこちとらマジでストレスなんだよなって考えろよなあ。誰だよ、私オープニングの時にちょうどいいタイミングで飛ばしてるやつはよ。素晴らしいな。どうも皆さん、ヨゴでございます。今日の動画はですね、こちらのセブンイレブンさん新発売ラムネわらびを食べながらいろいろとお話ししていく動画ですね。これは美味しいかどうかというものをレビューしたいと思います。それも忘れずに。はい、もう袋にこぐらい早くつけたらラムネの匂いがするんですよ。食べんでもわかる、うまいやつやんとはなってない。まだ私はラムネとわらびは合うのかって疑いでしかない。うわ、すんごいなこれ。おい、やいやいやい、みんなも食べますか。みやくんがあんしてあげますよ。パンパンパン。ああごめん。じゃあ食べてみますね。いや、マジで伝えたい。匂ってみて、みんな。ちょっと一回画面に鼻近づけてみて。マジ、匂うと思う。ねえ、すごくない？もう臭いぐらい匂う。じゃあ、いただきます。セブン&アイ、セブン&アイホールディングさん、いただきます。ごめんなさい、1個いいですか。ラムネって何、ラムネって何、え、どっちがラムネ、あの固体の方が本当のラムネ、それともこっちの方が本当のラムネ。ラムネという味がある、ラムネという味があります。そしてそのラムネという味の液体がこのラムネで、ラムネという味がする固体がラムネなん。何、ラムネって何、それともこの固体がするラムネを液体化したのがこっちのラムネだから本家はこっちなのか、それともこっちの液体が本家でこの味を真似した個体のものがラムネなのか。何ラムネって、なんかラムネなんよ。でもラムネって何、ラムネ個体が本家、それとも液体が本家、それともラムネという味を液体化するか個体化するか。なぜこんな話を急にしだしたかというと、なんか口の中に入れた瞬間、あの固体の方のラムネで、味は液体の方のラムネ。なんかわかる、言いたいことわかるやろ、みんな分かっていただきたい。あ、でもラムネってでもブドウ味とかいっぱいあるけん、固体の方は。液体の方が本家か。あのじゃあ固体の方のラムネみたいな感じがする。口にのした瞬間なんかジュワーみたいな、ボワーってラムネ入りますみたいな感じで、もう口中がラムネになってうわ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 ってなるね。分かったやろ今ので、美味しいってことで。味がめちゃくちゃ濃い、なんか言い方おかしいけど酸っぱいぐらい濃い、なんかグミみたいな。フィットチーネグミって酸っぱいじゃないか、ああいう酸っぱいじゃなくて、なんかもう濃すぎて酸っぱい味が。ちょっともう一個食べるね。食べる、おいおお食べます。謎な食べ方してしまった。うん、うん、5つ星で言ったら33です。あのもう一回買いますかって言ったら私は買いません。あのラムネとか本当基本的、あのこっちの固体のほうのラムネが好きじゃないんですよ。こっちのラムネが好きなんですけど、だからちょっとあんなに、あのうん、あのすごく素敵ですね。はい、私は好みじゃないけど好きな人も多いと思います。美味しい、あの客観的に言ったら美味しい、私的に言ったら普通です。素晴らしい、わかりやすい。私前から思ってることがあるんですけど、ゾンビ映画とか見ます？皆さん、なんかゾンビってなんかこうゾンビがいっぱいこう繁殖してってるじゃないですか、いっぱいいっぱい。でそのゾンビになるためにはそのなり方とかないけど、こうあむって噛んだら感染してゴリラじゃなくてゾンビになるじゃないですか。ゴリラにはなりませんでしょ。だから仲間とかが足をガブって構えて、あージョンジョンソン
みたいな、ジョンソンとか言うじゃないですか。でジョンソンが大丈夫だ俺は平気だとか言って、なんか絶対ゾンビになるし後で殺さないといけないので、なぜかみんな包帯をしてそいつと一緒にギリギリまで仲間でいるじゃないですか、まあ、その気持ちめちゃくちゃ分かるんですけどさ。それで、まあ、ジョンソンがでまたいよいよゾンビになるとしたら、誰かが銃で頭をボカンと撃って、じゃあねジョンソン可愛かったよみたいな、可愛かったよとか好きだったよみたいな感じでみんなお別れ、あージョンソンってなるじゃないですか。でそういうやつはなんか一箇所噛まれて逃げてゴキブリじゃなくてゾンビになるっていう、そういう形だと分かるんですけど、なんかゾンビがうじゃうじゃいるところに落ちちゃって食べられるみたいなあるじゃないですか。え食べちゃうのっていう、なんか食べるのっていう、わかります、なんかゾンビじゃあどうやって増えてったみたいな、言いたいことわかりますか。だってゾンビ捕まったら食べられるんだよ。じゃあどうやってゾンビ増えてったのみたいな。だってみんながみんなジョンソンみたいな感染の仕方のわけがないじゃないですか。みんながみんなジョンソンゾンビなわけないじゃないですか。そんなねないじゃないか、そんなわけがな。だからゾンビの中に飛び込んでいってなんかバクバク食べてるんじゃないか。なんなんだろうと思って、なんか感染さするんだからそんないっぱい食べたらダメでしょって。だってもう全部食べられたらもうゾンビを何もなんだって、うん、そんな餌やりじゃないんだからっていうゾンビ映画への怒りです。はい、ありがとうございました。とりあえずラムネわらびは美味しいよというレビューです。あ、うん、まあいいや、どうでもいい、うん、美味しい、どうでもよくはないけど、まあまあ美味しい、セブン&アイホールディングスさんの傑作でございます。皆さんぜひ食べてみてくださいということでございましたでございます。それでは皆さん、インスタグラムのフォローをぜひよろしくお願いいたします。あのオフ会のことについて毎日のように DM が来るんですけど、もう一度もう一度やらせていただきますね。もう一度登録者数が5、おーへー、今絶対一番来ちゃいかん時やん。2番目か、オープニングで一番来てほしくないっちゃう。そうそう、はいはい、して、もうはいしろだっぺれ。ラムネわらびを食べるだけ7分もいったんやけど、今動画が意味がわからん。もっとこう短くキュ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 ってやりたいのにね、ボヤーンってあるもん、いつも。まあどうでもいいけど、あのそれでオフ会なんですけど、登録者数が5万人、5万人いったら大阪と東京でオフ会をします。はい、皆さんインスタグラムのフォローぜひよろしくお願いいたします。ぜひ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 よろしくお願いします。お待ちしております。バイバイ。